こんにちは、有馬薫です。いつもご視聴くださいましてありがとうございます。感謝しています。今回は前回の減少化に引き続きまして、減少化を終わらす、変化させるにはについて聞いていただこうかと思います。前回減少化というのはただ結果として目の前に起こっているだけというお話をさせていただきました。で、この減少化の中身を変化させるには、そういう内容について今日はお話しさせていただくんですけれども、ここに起こっている、私たちの目の前に起こっている全てのこと、これは自分が原因で起こっているということは理解いただいているかと思うんですけれども、この内容をどういうふうにこの起こる現象を変化させていくかという、まあ、具体的な、結論から申し上げますと、変化させるには自分が考えていること、それから、思っていること、それから、言葉に出す、その言葉自体ですね、こういうものを今までとは違うものにしていくだけなんですね。本当にすごく単純なことなんですけれども、これがなかなかできない、結構難しいわけですよ。じゃあこうしようと思って、違うことを考えるっていうのはすぐにはおそらくできないと思います。なのでこの変化させるということで、一番できやすい、できやすいというか、たった今から変えることについて、お伝えさせていただきます。私たちがこの絶えず思考していること、それは、現象として起こっていること、それが目の前に投影されているんですけれども、なぜその現象化がずっと同じ現象が続いていくかというと、それはその現象、起こっている現象を話さないからなんですね。話さないどころか、どこまでも遠くに行ってしまおうとしている現象を追いかけて掴んで自分の目の前に戻しているんですよ。で、これどういうことかというと、現象はただ消えていきます。目の前でただ見てれば、あ、怒ってる、ふーっと、そのまま、通り過ぎていくんですね、目の前を。で、例えば私たちが街を歩いてるとします。で、いろんな人とすれ違いますよね。会ったことない人、たくさんの人で、次から次へと、前からやってきます。そして、ほんの一瞬だけすれ違って、その人はもうどこか次の瞬間には見えないところまで行ってしまいますけれども、で、いちいち私たちはその通り過ぎている人たちを追いかけはしませんよね。知ってる人だったら、あっと思って追いかけることはあると思うんですけれども、でもそれをあっと思って追っかけて捕まえて、そして離さない、通り過ぎようとしてるのを離さない。で、こういうことが私たちが毎回毎回やってることなんですよ。ただ見て自分も通り過ぎていれば、すれ違うだけだったら何も継続はしていかないんですけれども、掴んで追いかけて離さないんですよ。だからずっとその現象が起こり続けているんですね。そこに留めているんです、自ら。で、もしくはやっと離して、通り過ぎたとしますよね。で、また同じものがやってきます。で、また離さないんですよ。で、それをずっと繰り返してるんです。だから、
毎回毎回起こる現象というのが同じなんですね。なので一旦追いかけること、掴むこと、それをやめてみます。ただじっと通り過ぎるのを見るだけなんですよね。眺めているだけ。そうすると現象というのはそのうちふっとどこかに行ってしまいます。ただ自分の思考や言葉が変わらなければまた同じものはやってきます。もちろんで、ただふっと見ててもただそれは通り過ぎるのですぐ終わるんですけど、ただ繰り返しはされます。なのでこの起こる現象、通り過ぎる現象を違うものに変化させたい、もしそうであればどうしたらいいのかというと、もうどん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 、目の前にある現象が通り過ぎていくのを見て、あ、自分はこういう思考をしているということを気づいていく。で、気づいていけば、さて、この現象が起こり続けるのを許可するか、もしくは違う現象が起こることを望んで違う思考を出すか、言葉を出すか、これだけです。で、そうすると面白いように変わっていきます。どん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 思考や言葉が変化していけば現象が変わっていきます。でもその現象にまた縛られるというより自分が追いかけて掴むと次の現象が、やってきても間に合わないんですね。でずっとそこの同じ現象にいなければならないので、まあ、そうしたければそうしてもいいんですけれども、現象っていうのは起こっては消え起こっては消え、当たり前なんですね。これがだから一つの現象にしがみつくということはどんなにそれがいい現象であっても、滞らせることになるんですよ。で、何でもそうです。せき止めてしまえば淀みます。水の流れもそうです。お金もそうです。なのでどんなにその現象がいいとしても、掴まずに追いかけずにただ見てるんですよね。傍観してるだけ。そしてまた次の現象がやってくる。これの繰り返しです。ただその現象の中身を変えるには思考をすぐに変えることができないと思いますので、変えれるのは言葉です。言葉というのは命です。私たちの命が言葉となって発言されている。そういうふうに認識すれば不適切な言葉とか汚い言葉とか乱暴な言葉、怒ってほしくない現象を引き起こす言葉というのは意識して使わないようになるはずです。もちろん書く文章も同じですね。言葉です。それから頭の中でもちろん考える言葉も会話も同じなんですけど、その会話をまずすぐには変えれないでしょうから、発言する言葉ですね、それから書く言葉をまずは、自分の理想とするもの、起こってほしいと思う現象に、関連するものに変えていく。これだとこの瞬間からできることです。ですからもし、いつもいつも同じ出来事が自分に起こる、そしてその内容が気に入らないというのであれば、今すぐできることは、言葉を変える、そして書く言葉を変える。そうしているうちに思考も変わっていきます。そして目の前の現象が起こっていることに対して、自分はこういうふうに考えている、こういう言葉を使っているからこういう現象が起こるんだなということを意識していく。そして次の言葉は違う言葉に変えていく。ただこれだけです。で、気を抜いてるとまた前と同じ言葉が出てきます。また前と同じ思考が出てきます。ですからこれは訓練です。絶えず自分に
私が起こってほしい現象はどんな現象だろう、そしてその現象を引き起こす言葉というのはどういう言葉だろう、それを常に常に毎回毎瞬考えて発言していく、書いていく、これだけです。もしその現象を変えたければ毎日毎時間毎秒やってみてください。必ず変わっていきます。数日で変わることはありません。最低3ヶ月です。続けてみてください。はい、では、今日は現象化を変化させるにはというタイトルでお話をさせていただきました。最後まで見ていただいてありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録といいねを押していただけると嬉しいです。有馬薫でした。それではまた。